今日シンプルやね。いや、ええやだし。さあ、ということで、今日は、はい、まあちょっと懐かしの駄菓子、はい、まあちょっと選びきれんかったけど、はい、まあ無理やり、まあ、5個ずつ選んできました、はい、突然突然急に愛したいか駄菓子ちょっとね、いろんなの懐かしい写真も、ね、今後ろにちょっと、はい、はい、ちょっとせっかくなんで出していただいてますんで、スタジオ借りしておるんで、はい、この機能を最大限に確かにね、活かしてということでございます。選びに行ったけど駄菓子屋さんに、うん、ほんまに不審者かっていうぐらい長い時間おったわ。あ、そうですか。選びきれんくて、5個選んだよ、うん、ほんでレジのとこ行ったらレジにも要素置いてあって、うん、ちょっと待ってって思って、うん、いや俺はだからその予算が少ないからさ、あ、チョイスすんのにめっちゃ見なあかんやこれでまあかぶってる可能性もあるよな。あると思います。そのまあ10個ずつやったらちょっと散らばると思うんだけど、うん、まあ言うても上位5つやんか、はい、やっぱり上位にはあれが来るやろなっていうのはあんねんけどな。あーでも僕ベタとちょっとずれてるかもしれないです。ああそう、はい、俺も1個はこれは絶対買うてんやろなっていうのもあるし。うん、あ、そうですか。じゃあ行きましょう、せーの。おー、なるほどな。ちっちゃい。え、いや、確かになんか、お前予算ちゃうんちゃうんか、お前。なんやねん。なんで俺だけこんな。予算？いやいや、決められてる。決められてないけど、やっぱりその当時の、なんか出てるわ。いや、でもなんか、ちょっと。お前、まあまあお小遣い持ってたんやろ、お前。いや、持ってない、持ってない。持ってないですよ、ちゃんと。え、ちょっと出して。ちょっとなんか仕様が変わってたりもしたんで。ああまあ確かにな。あ、やっぱりな。うん、これがかぶるか。かば焼きさん太郎、これめっちゃうまかった。このシリーズ要素あるやん。はい、味がそう、ちょっと長持ちすんねん、はい、硬いから。うわ、久しぶりに食べるわ、マジで。今食べていいですか。食べようよ。あ、うまっ。もうこのね、わかる。僕もこの口の中入れてね、まだ噛まないんですよ。あー、それするやつ嫌いやったわー嫌いやわー。口の中であれやと思うね、それ。これでもさ、今考えたらこれって何なんや。お魚のすり身にイカ味を混ぜ合わせて焼き上げましたよね。よーできてるわ。誰が考えたんやろな、ね、これこんなうまいもん。うまいな。俺あのマジでかば焼き、うなぎのかば焼きって俺これで知ったもん。あ、そうなんですか。このまま食べたのいつだった。高2。あ、でも思ったより早いです。うまっ。29ぐらいどう見えてんの俺の。あー、これな、ね、これはちょっとこれ50円ぐらいするやろ。そうです。100円の時はこれでまあデザートをまあ賄って。なるほどな。ちょっとこのビッグチョコ、これめっちゃいいでしょ。確かにこれびっくりしたよな最初。50円ですよこれ。俺もチョコバットと迷ってん、うん、でこれもあってん、これも迷ってんけどチョコバットわかるでも俺はやっぱりうまい棒はやっぱり入れたかったん1本、はい、うまい棒で何が一番好き味。あのね、あれ紫の明太子。あー明太子な、わかる。明太子はサラダ。あーまあもう王道やね、はい、いや俺はもううまい棒もうダントツこれ。たこ焼き。たこ焼き食べたことある。ありますある。硬いですよね。そう、その食感が俺もめっちゃ好きで。へえ。この違うんだよね、たこ焼きだけ食感が硬いですね。最初びっくりした。うわうわ、めっちゃうまいわ。あ、キャベツ焼きさん太郎。ああ、かぶっかろ。キャベツ太郎めっちゃ変な名前ですけどキャベツ太郎。キャベツ太郎の入れたらよかった。ああ迷ったよ、もちろんそれも。たまに味濃いやつあるんですよね。うん、なるちょっとだけあの濃いやつな、うん、当たりのやつ。当たり。なるほどな。かまあよ、まあまあまあこれはな、うん、今当たりついてないな。あ、ありましたね。どこら辺やった？このぐらいでしたっけ？あ、そこやったっけ？どっかの裏にね、当たり。よっちゃいな。うわぁ、懐かしい懐かしい
あー懐かしいな。これなんで何が美味しいと思ってたんやろ。何やろ。あ、でも分かった。やっぱりいろんなの食べてたやん、うん、こうやってみんなで買って、はい、でこの甘いのの後に食べたりしたら倍うまいな。なるほどね、うん、バランス取ってみて。うわうまいな。よっちゃんか、え、会社お小遣い何倍ですか。何千円、あ、何千じゃないか、円やった。いや千ってむず珍しすぎる。でも50円とかかな。うん、もう最初50円で、でもそういえばなんか50円じゃなかったかな、不定期なんですよ。あ、でだからなんか50円置いといて、次50円で100円にしてから。ああ、なるほどな、うん、それ覚えてからこれに手出すようになる。ああ、大人のやつな。さすがに手出せなかった。はいはいはい。でもだってうまい棒がめっちゃ安いもお菓子っていうイメージですよ。ああ、確かに。でさらに下で言ったら5円チョコとか。ああ、5円チョコも迷ってんな。でやったーめんとかね。あの、あー、ちっちゃいやつ。はい、あれはあれで10円なんですよ。でもうまい棒とやったーめんやったらどう考えてもうまい棒の方が食べ応えあったけど、やったーめんは当たりがあるから。ああ、なるほどな。また100円いける可能性もあるんですよ。確かにな。その狭間で揺れてた。ああ、こんなんあった。こんなんあったっすよ。これね、僕も最初は気づかなかった。ちょっとアメリカンやから近づいていけなかった。うん、けどこれめちゃくちゃうまいですよ。20円へえ。4枚、4枚も入ってんので割って食べたらいっぱい感。いや、まあそれ言わそうがない。わかるよ、全お菓子そうやろ。これ知ってますよね。知ってます。へえ、そうなんや。これちょっと、え、俺これ知らんわ。あ、こんなでかい。そうだ、これが4枚で20円はい。で、割ったらもっと増える。割ったらもっと増える。いっぱい食べる。うわ、めっさうまいね。めっさポテトフライじゃん。なんだこれ。これ知らんかったですか、かわいさん。もうこれ40で駄菓子ハマるかもしれん。これうまいわ、優しいわ。うわ、めっさうまいやん。これみんな知らんのかな。いや知ってますよ、絶対。わからん、でも俺はほんまに初めてやな。うまうまい。めっちゃうまいやん。あら、なんか止まらへん。いいとこな。うん、チャンネル登録お願いします。なんでハモってくんねん。なんでハモったらあかんねん。